あ、今ね YSP さん行ってきました、YBR250 のねスタータースイッチのね、リレーの交換の予約ですね。部品は入ってきてるんですけどね、修理する順番待ちが結構あって、もう11月の2週目ぐらいしかね空きがなかったですね。まあバイクユーザーに対してバイクショップさんが今もう多分ね10年ぐらい前に比べたら感覚的に半分ぐらいにショップ数が減ってるのかなという、まあ、個人的にはそんな風に思ってますね。だからやっぱりどうしても順番待ちね、購入したバイクショップでもなかなかね順番が回ってこないというね感じですかね。まあそれとね、最近グーバイク見てて思ったんですけど、バイク売れてますね。いや依然として売れてますねという言い方変ですけどね、バイクブームがなんかそろそろコロナが収束して終わるんじゃないかとかいうね話もいろいろあったけど、定着、一定数定着してるんじゃないですかね。なんかそんな気しますね。カフェレーサーをね作りたいなという気持ちがあって、カフェレーサーベースのね車両をこういろいろね、ずっとずいぶん前から物色してるんですけど、買おうと思ってたねベースになる車両の数がね意外に減ってきててね、あれれって感じで、どうしたもんかなという感じですかね。まあね、価格自体はそうですね、そんなに変動してないのかなって気がしますけど、まあ、これから冬に向かっていくんで、おそらくねバイク中古車の数自体は結構増えていくんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。まあだけど物によってはね、要は排ガス規制の基準に適合しないから製造終わってしまう車種も結構あるみたいですね。で僕が買おうと思ってるバイクがですね、もう中古でしか買えないモデルなんですね。現行モデルももちろんあるんだけど、改造しようと思ってる、付けようと思ってるねシングルシートがねうまくつくかどうかっていうのを考えると、その旧型のモデルしかどうもダメみたいなんでね、手元にシングルシートの方だけあって、それに合わせてバイクを買うっていうすごくね、変則的な、購入パターンに、まあ、今回なってますけどね。まあそういうわけでね、確か普通に考えると今から来年の春手前までかな、バイク中古車って普通ならね値段が下がってきて玉数が豊富になるというのがスタンダードなパターンみたいなんですけどね、なかなかねそうなんていうかな、思ってるバイクがね、自分の家の近場にね、たまたまその中古のバイクが入ってきて欲しいのがねあればいいんですけどね、僕の欲しいバイクねあれなんですよ、ここのとこずっと見てるんだけど、福岡県のね他の市にはあるんですけど、僕の住んでる北九州市のねバイク屋さんにねそのバイクが入ってこないんですね、中古がね。だからどうしたもんかなと思って見てますね。まあ値段ね出せば1台だけかなあるにはあったんだけど、結局あんまり高すぎてもね、ほとんどまあ新車と変わらないような値段でだったらね現時点でも買えるんですけどね、まあ頭金をそうですね半分ぐらい半分以上入れて、あとローンかなんか組もうかなと思ってるんですけどね、まあ、月の支払いがねすごく安く済む方がなんかやっぱり気分的に楽だから、まあ元のね、中古車の価格が安い方がねやっぱり気が楽ですよね、支払いしててね。まあそれもあって、まあコンディションが良くてね、自分が納得するようなレベルの外観っていうんですかでっていう風にこう探していくと、もう少し頭金をね余計に増やしてからね買った方がやっぱりいいかなと思ったりね、まあそんなこと考えてますね。まあ別にね、僕の場合そうですね、別に YBR250 あるんで別に急ぐわけでもないし、今回増車ですからね、YBR250 を売却して買うってわけでは全然ありませんのでね、別にそこは全然いいんですけどね。
それもしかしたらあれですね、あんまりね早くその新しい次のバイク、もう購入してしまうと、まあ、人生の楽しみが早くなくなっちゃってつまんないかもしれないですよね。だからそういうことを考えるとね、まあ、先延ばししてね、僕の場合はプラスかもしれないですね。想像してる時間、まあ、いろんな意味でね、まあ、買ってから改造、そのカフェレーサーにするならするでね、こうしようあしようとかね考えてるときやっぱ楽しいでしょうからね、この時間が長引く方がもしかしたら僕にとっては幸せということかもしれませんね。まあ、そんなこともちょっと思ってますけどね。はい、今日はねだから今もう YSP さんにちょっとその修理の予約ですね、枠を入れるお願いに行く件だけで、別に、峠の方にね、いつもの峠の方に行く予定が最初なかったんですけど、用事が簡単に済んじゃったんでね、とりあえずいつもの峠方面に向かってね国道を走ってますけどね、といったところでね、今日の話なんてない話でしたねまだねチャンネル登録お済みじゃないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。